おはようございます。塚原農園です。今日は農家の家庭菜に来ております。こちら、キュウリ、立ちキュウリ、支柱を立てて育てているキュウリなんですが、こんなに大きくなりました。前回は、あずちゃんとれんくんと撮っていただきましたが、またキュウリがですね、大きくなってます。もうほとんど毎日のように収穫できているんですが、1日2日取らないとちょっとお化けキュウリみたいにですね、大きくなってしまうので、大きいものがあるので、ちょっとこちらをご覧ください。こんなに大きくなりましたよ。じゃーん、すごいです。30センチを優に超えてますね。で、このキュウリなんですけど、皆さん大きくなったのはどうしてますか？大きいから皮が硬いから捨ててしまう、そういう方はもったいないですよ。ピーラーで剥いていただいたり、漬物などにしていただいて美味しく召し上がってください。また加熱しても美味しく食べることももちろん十分可能です。はい、今日やっていく作業、キュウリをやっていきます。何の作業をしていくのでしょうか。こちらをご覧ください。はい、ずっと上に伸ばすようにところどころ合掌式にしたイボダケに止めてきました。で、成長点が親のところがもうこんなに上まで来てるんですね。ここが一番上の高さです。で、これが垂れてくると、これをどうするか、どうしようかなと悩んでる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。これ、親の芯です。止めておりません。止めなければ、これは5メートルでも6メートルでも伸びてしまいます。でも、ここが一番上ですからね。こちらに合掌式にしていて、何も作物がないのであれば、これは上、摘心をせずに、また下に反対側に垂れるように伸ばして栽培するやり方も、これももちろん大丈夫です。でも合掌式にしている方は、大体の方がこっちにキュウリ、両方ともキュウリ、もしくはこの菜園のようにこちらはキュウリ、こちらはトマトとね、やっている方も多いんじゃないでしょうか。そんな方はどうするか。はい、この伸びた親のつる、ここは摘心を、親の芯を止めてしまう作業、これ親の摘心と言います。はい、これはハサミでプツンと切ってしまいましょう。はい、これなに太いやつですね。これが親のつるで、今までマルチのところからもう私の身長越す高さ2メートルまで伸びていました。頑張ってくれました。もう親を止められてしまったんですけれども、これ切っちゃうと、これみんな枯れちゃうんじゃないのと、初めて菜園をやられる方は心配じゃないんでしょうか。でもこれは止められても、これは枯れることはありません。では次、これ止めた後、ちょっと中段、ちょうど私の胸、おへそあたりの高さを見ていきましょう。なんだかこう、先ほどの親のつるとなる太いところから枝分かれして、このように出てますよね。はい、これ子づると呼ばれる、まあ、脇芽みたいなものなんですけれども、これ今とてもちっちゃいんですが、これもいずれ放置しておくと、先ほどみたいにぐーっと伸びます。この子どものツールも勢いよく上の親を止められたことによって、今度はこの残された子どもの枝たちは頑張ろうと勢いよく伸びてきます。今度はこれを横に這わせたり、自由奔放に遊んでいたものを横になどに這わせていくと、この子づるからもキュウリ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 がたくさん収穫できます。今収穫した大きいキュウリは、親のつるから出ているキュウリを今収穫しているところなんですけれども、今度は子づるからもどんどん収穫していきましょうということであります。それでもこの子供のつるというものは下の方からもありますし、で、また私の先ほどの胸の高さからも出てます。だいたい1本の木に対して、これが子づるが10本ぐらいおそらく出ていると思います。これを全部残してしまうと、さすがにこの狭い限られた空間の中ではちょっと許容オーバーですね。あまりにも茂ってしまいますので、これの残したい枝というものをある程度決めていきましょう。それは本数としてはだいたい 2,3 本がいいです。高さは中段ぐらいですね。上の方でもない、下の方でもない、ちょうど膝から胸の高さのこの中間となるところがちょうど管理がしやすいです。それでちょうどこの出ている
この辺りですね、こういったものを出ていたらこう横に中に入れてしまう、これだけで十分大丈夫です。このキュウリはよく見ていただくと、このなんだかこう細いミミズのようなハリガネムシのようなこんなものが出てますね。これ巻きひげというものなんですけれども、これがもし何か植物に触れるとここでくる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 っと巻きついて固定するような役割があるんですね。でこれ中に入れておくと巻きひげがいい具合に中で絡みついていい具合に収まりがつきます。これを 2,3 本残していきましょうと。じゃあ他の8本7本の子づるはどうするかということなんですけれども、あまり植えすぎるものは親の太い枝から数えて、脇に出ているこの葉っぱ1枚2枚残して、子供のつるの新先も同じようにプツンと止めてしまいます。これを親、子づるの摘心と言います。こういった余計な不要なものはあまり混み合わないようにして、ある程度のところで葉っぱ2枚ぐらい残して、積んであげるようにすると、これで、あんまり過剰に茂らないということですね。お、ここにもキュウリが立ってましたね。これが一般的にスーパーで販売されているサイズのキュウリです。形は曲がっていますけれども、大きさ的にはだいたい20センチぐらいとなっています。このぐらいで収穫した方が、人にとっては、まあ、好みはあるかと思いますけれども、一般的なキュウリの食味として食べやすいんじゃないのかなと思ってます。お、ここにもなってましたね。はい。こうやって毎朝野菜をね、見て収穫するっていうのも、まず楽しみですよね。で、これで食卓で並んで、皆さんで食べていただく。で、食べた後は、夕方になって日が涼しい、いくらか外が涼しくなってきたなっていう頃に、こういった管理をしてあげると菜園がとても楽しいんじゃないでしょうか。で、他、あともう一つですね、今ちょうどこれから梅雨入りですね、梅雨の時期に入ってくると思います。そこで増えてくるのがうどんこ病、あとベト病という、だいたいこの2つがまず多いんじゃないでしょうか。まあ他にもいっぱいあるんですけれども、この肥料が切れてくると特にこれらの病気は発生しやすいです。あまり過剰も良くないんですけれども、まあこれだけのキュウリを毎日1本2本3本と収穫していけば相当肥料を食いますよね。そこで肥料を切らさないことが、それらの病気、うどんこ病やベト病などの病気を防ぐことにもつながります。で、三大肥料のよくある窒素リン酸カリとオール8号とか、そういった肥料ももちろん与えることも大切なんですけれども、その他駆動石灰というものを与えるのも忘れないようにしてください。この駆動石灰というものは、こういった葉っぱ軸などの表面の細胞の組織を強くさせてあげる、免疫力を落とさない効果があるんですね。そうすることによって外敵から侵入する、まあ、カビの胞子だとかそういったものから身を守るような効果がありますので、そういったものも定期的に、株元ではなくてこのマルチのしてある方はマルチの肩、通路、今私が立っているようなところにパラパラと定期的に2週間に1回ぐらい粒のものでもいいので、駆動石灰なども与えてあげるのも十分病気を防ぐことに対して効果がありますので、やってみてください。あとちょっとここにですね、この葉っぱ同士がキュウリというものが重なっていると、日が当たらない葉っぱというものは必要がないものとして、新しく出たばっかりの葉っぱなのに黄色っぽくなってしまうことがあります。ちょっと1枚取ってみますね。はい、パズッと、今ここのこの葉っぱのすぐ後ろにあった葉っぱです。まあそんなに新しくもなく古くもなく、でも緑色のはずの葉っぱなんですけれども、これらが大きくなってしまった、その後ろに葉っぱをご覧ください。はい、こちらです。どうでしょうか、なんか病気っぽいですよね。でもなんだかよく見てみると、ここら辺だけが黄色いんですよね。
これはこの葉っぱにこのようになっていた、陰っていた。こっちは光が当たっていた。だから緑色のまま。こっちはもうこの葉っぱの裏ですから、光が当たらなければ不要とみなされて、まあ黄色っぽくなっちゃうわけです。で、これを放置しておくとどうなるか。ただ黄色くなるだけだったらいいんですけれども、黄色いということはこれいずれ枯れます。パリパリになります。で、まず端の方が枯れてくるんですね。そうするとカビの胞子というものは、こういった弱ったところから侵入しやすいです。これを放置しないように親の芯を止めたり子づるの芯を止めたり、そしてこの葉っぱを取る作業、摘葉と言います。葉っぱを摘むという漢字を書いて摘葉というんですね。これを定期的にするようにしてください。だいたいこうかき分けてあげて、ここまで成長してくると、こういった葉っぱが意外とたくさんあると思います。これですね、ここなんかもうパリパリでした。今日初めて摘をやるんですけれども、いやすごいですね。これを取ってあげる。そうすると風の通りも良くなります。いやこれはちょっとすごいですね。前回レン君とあずちゃんでいっぱい取ってもらったので、そんなになってないんじゃないかなと思ったんですけれども、いや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 、これちょっとこれはすごいですね。私のこの手とですね比べていただいて分かると思うんですが、こうですね、50センチ近くなっております。すごいです。試しに一つの木からどのぐらい今収穫取れるかちょっとやってみますね。もう毎日のように今まで取ってきて、前回の撮影からちょっと取って、でさらにちょっと置いただけなんですけどね。はい、こんなにありましたね。素晴らしい。 1,2,3,4,5 本、そのうちジャンボサイズが3本です。普通の市販のキュウリはもっとこれよりちっちゃい。ここら辺ですね。これをまっすぐにした状態です。どうでしょうか。5倍ぐらいの量があるんじゃないでしょうか。まあこれはこのままサラダで美味しいですし、これは皮を剥いて漬物、炒め物でも美味しいです。すごいですね。キュウリの生命力というものが。ね。あとはこういう伸ばしたくない方向。ここは市民農園。トラロープからここはみんなが歩くための通路。ここからこちらはよそ様の畑という場合、これもちょっとこっち来ちゃってるなという場合は、ある程度のところでこれもこういったところからパツンと切っちゃいましょう、はい、こんなに伸びていていろんなところからキュウリがついていますけれども、こういったものも切ってしまうともったいないかもしれませんが、切ったことによって他の方に栄養が行きますから、他の方のキュウリが収穫するスピードが極端に早まります。結果的に収穫量というのはそんなに差がないんですね。ですからこういったものも管理をしながらね、皆さんで楽しい共有の場として楽しめるような空間も作りつつ、このような管理もしてみてはいかがでしょうか。はい、あとここ上親のつるを止めましたけれども、縛っていないとこれ下垂れてしまいますので、縛るときは、このようなジュートの紐とか麻縄とか、こういったものが紐、市販のもので販売されているもの何でもいいので、これでこれ以上下がらないようにと、上つるこの軸の太さはもうこれ以上太くなりませんので、ここはがっしりと固定した方がいいです。ちょっとこう手で引っ張って揺さぶられるようだと、これ外れてしまうと全部バタバタバタっていってしまいますので、上に来たら最後は紐を使ってきちんと結んで終わりましょう。じゃあ今日の動画はこれを最後縛って終わりにさせていただきます。はい、この合掌造りの支柱の一番てっぺんのところ、私の頭の高さと同じぐらいなので170から180センチの高さです。このキュウリの軸をが落ちないように、ここキュッとですね、あまり全力でやってしまうとつるのが切れてしまいますので、ギュッとなるある程度のところで加減しながらやりにしてください。で、届けない2回結んじゃってください。これでもう収穫が終わるまでもうこのままずっとこれを外さずにこのままです。あとは定期的に脇から子供のつるからまた新たに孫づると、そしてひ孫づると同じ
段のところでも2本、3本、4本、5本、6本とたくさん取れますので、そのようにして収穫を楽しんでいってください。あと追肥も忘れないようにやっていきましょう。はい、じゃあ今日は家庭菜園の栽培方法、夏野菜のキュウリの管理の仕方としてご紹介をさせていただきました。今日の動画がいいと思う方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。一日の終わりに深い眠りにつきたいね。今日の嫌なことは夢が食べてくれるように、それでも大切なことさえも飛んでいってさよなら、抱きしめたつもりの正しさ溶け出し手のひらこぼれた。君にあなたが託した未来を君に。